おはよう。キャシャンさん、ハートありがとう。おはよう。福太郎さん、ファイトありがとう。おはよう。レイ君、アイラブありがとう。イエポンタさん、決勝ありがとう。マーキュル、決勝ありがとう。TY さん、ハートありがとう。アイラブユーもありがとう。スクリーデスさん、アイラブユーありがとう。サノマルマさん、ハートありがとう。トモさん、ハートありがとう。雪、止んでるっぽい。今日めっちゃ寒いね。冷えるシーンって。寒い寒い。積もっとんじゃ。アイスレモンさん、決勝ありがとう。シアンさん、決勝ありがとう。コウジさん、レインボースターありがとう。ケイさん、プレゼントありがとう。とちゃぶさん、ハートありがとう。マスタロウさん、だるまさんありがとう。セイビさん、アイスクリームありがとう。ノブラウィさん、ハートありがとう。セビさん、決勝ありがとう。ゆずきちさん、決勝ありがとう。ダースさん、決勝ありがとう。ぬしさん、かわいい。ありがとう。おはよう。ゆずきちさん、プレゼントありがとう。コウジさん、ハートありがとう。TY さん、プレゼントありがとう。キリする？本当？でも今さっき起きた。やっぱぐっすり、気づいたら朝でした。おはよう。西さん、選びありがとう。1233、決勝ありがとう。コウジさん、プレゼントありがとう。熊根パパさん、かわいい。ありがとう。決勝もありがとう。コウジさん、ハートありがとう。おはよう。昼休みさん、プレゼントありがとう。おはよう。葵さん、I love you ありがとう。今日から平日か。月曜日。月曜って憂鬱だよね、やっぱりどうしても。外仕事大変そう。冬のと外仕事ってめっちゃ大変そうね。めっちゃ寒そう、朝とか特に寒そう。やおはよう。
ね、週の始まりきつい。もふもふさん、受験さん、おはよう、ありがとう。自分はクリスマスライブに向けて、あれ、ラストスパートというかクリスマスライブに向けて頑張ります、この1週間。ソーダさん、決勝ありがとう。あったかいパジャマなんだけどさ、なんか前にっていうか去年の冬に、買ったんですよ、モコモコのやつを。モコモコの寝巻きをね、パジャマを買ったんよ。なんか犬の絵が描いてあるやつ、さ、みんなも見たことある気がする、メルちゃんみたいなトイプードルの絵が描いてあるやつ。あれがさ、どっか行ったんだよねあれ多分どっかにあるんだけど、実家にあると思うんよ、実家にあると思うんだけど、お母さんにはこっちの家持ってきてるんじゃないって言われて、でもこっちの家持ってきてないんですよね、多分探しても見つからないから、実家にある気がするんですけど、あれ着たいんだよね、あれあったかいからすごい。今井向吉さん、決勝ありがとう。モコモコしてて気持ちいいんです。アネミ着てない、アネミはね着てないアネミはアネミのモコモコ着てる。そう、引っ越しあるあるだよね多分。おはよう。じゃけん年末かな、今日じゃないわ、年末に今度帰った時に探してみようと思って。ひりやすみさん、ハートありがとう。はやったさん、だるまさん、ありがとう。おはよう。手袋はそんなにつけっかも、マフラーはつけるけど、うん、クリコン DMM で配信ね、 DMM で配信もあるし、研究生のやつはスタンディングなんだけど、スタンディングはまだ一般チケットあるっぽいので、スタンディングだから結構後ろだしね、見にくいかもしれないけど、よかったら待ってます。スタンディングもあるので、はあるので、多分研究生。デベイさん、ハートありがとう。ツノさん、バラありがとう。おはよう。おはみん。え、メルちゃん、あったかいところから慣れないよ。一番あったかいところで丸くなってるもん、メルちゃん。そこ一番あったかいでしょって場所で丸くなってる、いつも占領してる、あったかい場所。おはよう。やすしんさんくまちゃん、ありがとう。ルーカスさん、プレゼントありがとう。あと今日はニューウェーブプロジェクトの配信があります、7時から。静岡の天パンたけさん、ハートありがとう。おはよう。音符もありがとう。
静岡の天板竹さん、I love you と決勝ありがとう。おはよう。 TY さん、プレゼントありがとう。決勝もありがとう。おはよう。見てください、7時から、7時ぐらいからある。ちょっと遅れちゃう可能性もあるかもしれないんですけど、1時ぐらいからあるので見てください。スミッチさん、ハートありがとう。ルカさん、I love you ありがとう。あとお話し会の再販が今日の1時までです。で、本当に今回の再販が終わっちゃうので、1月の13と14は今回でラストだから。おはよう。お話し会も待ってます。2024年一発目のお話し会の受付ラスト。福江市のあずみが出演するって書いてあったので行きます。お、ありがとう、嬉しい、待ってる。ちょっとまだ遠い、2月22日か、まだ先だけど、東京福フェス、めっちゃ楽しみ。福フェス、アスさん、ハートありがとう。あ、サートベンダイズモンさん、スタディダンスの2回目見たよ、ありがとう、嬉しい。どうやった2回目、成長してた。1月中に追加した、ありがとう、嬉しい。カノンさん、ハートありがとう。おはよう。確かにナレーションもしてみたいな、いつか。ダンスもやなずみと思いました。嬉しい、本当ですか、嬉しい。めっちゃ楽しかった。でもあの仕事、収録初めてで、あんな感じの収録は楽しかったです。おはよう。あ、めっちゃ足しびれてる、今足しびれた、いてててててて、足しびれた。おはよう。確かにあずみんの誕生日まで1ヶ月と20日だし、年もう終わっちゃうよ、2023。早いね、早いです、本当に。あくびが止まらない、早すぎる。声優めっちゃ夢、やってみたい、興味あります、すごい。最近アニメハマってるから、前よりも声優夢ですね。ちょっと早っ、いっぱい叶えれたらいいな、来年はいろんなことやりたいこと。おはよう。私、そうですね、いっぱい選抜とか個人のお仕事も全部全部、昇格もたくさん叶える1年にしたい。おはよう。ねえ、おはよう、ありがとう。目指す歌って踊りながらお茶を立てられるアイドル。独特。絶対多分あずみんしかいない、それ目指してるの。確かに、でもそんぐらいね、なんかね、あずみんにしかできませんぐらいのものがあった方がいいから。ルーカーさん、決勝ありがとう。おはよう。
さんハートありがとう。でもいろんな声使えるようになりたいなと思うけど、結構みんながね私のね声をね褒めてくれるのがねすごい嬉しいんですよね。なんかすごい自信持てる、みんなが褒めてくれるの。結構嬉しくって、それで自分歌声もあったし声優とかもやってみたいなと思うようになったのも歌声好き、最近自分の歌声嫌いじゃなくなったのもみんなが歌声いいね、歌声いいねっていうか声がいいねって、声好きだよって褒めてくれるようになってからだから、そうね、自分の声自信持って大事にしたいですね。ちょっと嬉しい、みんなの褒めが。かまちゃん I love you、 ありがとう。隣で和菓子食べてただけじゃないの？違うよ、ちゃんとお茶立てたんだよ。お茶は取れなかったんだけど、お稽古の時に飲んじゃったから。ちゃんと立てたんだよお茶。覚えが早いですねと褒めてもらえた先生に。やっぱり脳みそが若いですね、褒めてもらいました。嬉しいでも覚えの速さはね結構自信持ってるので鍛えられてると勝手に思ってるから、頑張ってる。おはよう、のむのむじゅのんさん、決勝と雪だるまありがとう。宮本小一さんハートありがとう。でもなんかね癖が分かった、自分の、多分自分手がねこうなる人、親指がこうやって出ちゃうんですよ。アイドルの癖なんかなと思ったりました。こうやって全部綺麗に閉じんといけないんですよね基本、あの茶道とかで。この手を全部閉じて、あの膝の上についたり、なんかこのいろんなもの触る時も親指とこの手はもうここにぴったりくっついて動かすことが結構多いんですけど、自分は意識せんかったらこうやってなっちゃう、はーいってみたいなめっちゃなんかアイドルがやってそうなこういう手になっちゃうんです。だいたいだってポーズとかでもさこういうの多いからさ、両手パーめっちゃ全部開くみたいな、全開開くってことが多いので、多分もう結構これの方が自分の手に染み付いちゃってて、頑張っても多分親指ひっつかないんかもしれんと思って、めっちゃ注意される、親指って。って思います。アイドルの手かなと思って。おはよう、ティワさんハートありがとう。20歳だから、それ20歳なので、足めっちゃ痺れた。感情線が立派ですね。めっちゃテスト見られちゃった。感情線ってどれ？長生きしそう、本当に長生きしそう。手相見てもらいたい、自分手相どれが感情線なんだろう。長生きするのか、習ってるところは手の重ね方が右手が左手、座る時とか手の重ね方は、手は重ねて座らないかも、自分が習ってるところ。両膝につける、それぞれの膝に手を揃えておくって習ってる。大木を抱くように全部動くんです。人差し指と中指まで伸びてる線が
右手だっけ左手だっけ、こっちか、これこれが環状線。手相見てほしい。企画習ってるの？いやもう個人的に行きたくって、習いたくって好きで習ってるやつ。あ、これか、これが環状線。確かに、どういう意味があるんだろう環状線って。おはよう。お茶立て会ちょっと自分がマスターしたらやりたいですみんなにお茶立て会、みんなに清掃してきてもらって。スペイビーお茶立て会。おはよう。よし、じゃあダチョウを呼びたいと思います。13位ひでぴょんさんありがとう。12位つのさんありがとう。11位もえむきちさんありがとう。10位しやさんありがとう。9位マーキュルありがとう。8位こひでやすみさんありがとう。7位こうじさんありがとう。6位すいびさんありがとう。5位ぬっしーさんありがとう。4位ゆずきちさんありがとう。3位くまねっぽさんありがとう。2位まさとろうさんありがとう。そして1位はトゥルルルルルルルバン、ルーカスさんありがとう。ありがとうね、頑張ろうね。月曜日平日始まりしんどいけど、寒いししんどいけど頑張っていきましょう。今日も一日ありがとうございました。じゃあ寝なずみになれます。せーのって言ったら寝なずみって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。頑張ろうね、クリスマス楽しみに頑張ります。私もバイバイ、いってらっしゃい。